こんにちは、粟田洋介です。絵を描いてて行き詰まったり、また描こうと思っている時になかなか描き始められないなんてことはありませんか？もしかするとそれは考えすぎかもしれません。今日はそんな話をしていくのと、さっきキャンバスを貼ったので、ここにアクリル絵の具で絵を描いていこうと思います。キャンバスの貼り方が知りたい方は、簡単なキャンバスの貼り方の動画もありますので、よかったらそちらもご覧ください。リンクはこの動画の概要欄に貼ってあります。このチャンネルでは、アートの楽しさ、モチベーションやインスピレーションをシェアできたらと思い、動画を作っています。よかったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。私は長年絵をほとんど何も考えないで描いています。多分無意識には考えてるんでしょうけど、考え込むことによって行き詰まってしまうことが分かっているので、人にはあまり考えすぎないことを勧めています。でも考えすぎはやめて、あまり考えないで描いた方がいいなんていうのは簡単なことです。現在でも私は絵を描くこと以外で考えすぎで行き詰まってしまっていることがあります。なので考えすぎは良くないから考えすぎはやめましょうというのは簡単だけど、なかなか考えないで何かするっていうのが難しいってことはすごく分かっています。なので考えすぎない方法を、考えすぎないことが難しいって思っていらっしゃる方と同じ立場でお話ししたいと思います。昨日大雨で、さっきまで雨が降っていて、今雨は降っていないんですが、かなり湿度が高くて絵の具がなかなか乾かないんじゃないかと思うので、今日は厚塗りするのをやめときます。考えすぎは行き詰まりのもとということで、何を描くとかほとんど何も考えないで描き始めています。考えたことは絵の具がなかなか乾かないと思ったので、あんまりベトベト絵の具は塗らないようにするということぐらいですかね。ちゃんと計画を立てて描かないと後々行き詰まるもとになるんじゃないかなんて思う方もいらっしゃるかもしれませんが、大丈夫です。他の方のことは分かりませんが、私の場合、そうやって起こりもしない未来のことを心配することによって、今この瞬間で行き詰まってしまうことになりかねません。なので私はなるべく余計なことを考えないようにしています。今描き始めた絵の色合いとか構成とかバランスですね、そういったことはもちろんデタラメに描いてるわけじゃないんですけど、考えてると言っても結構無意識な感じで、あんまりじっくり考え込んで描くって感じではありません。外もすっかり晴れて、絵の具もすっかり乾きました。なんか描きながら続きがどんどん見えてきてたんですけど、ここまで描いて天気が良くなったので散歩に行って、今日は初めて歩く道を歩いて、すごい景色が綺麗で、太陽の光もすごい綺麗でした。この絵はこう四角くなってるんだけど、なんか丸い太陽を描いてみたいとか、いろいろイメージがあったんですけど、いざキャンバスを目の前にしたら何を描きたかったんだか忘れてしまいました。でもここで何を描きたかったんだっけって思い出そうとして考え込んだり、忘れちゃったんならなんか新しいものを描かなきゃない、そんな感じで考え込むと、ちょっと考えるのはいいんですけど、考えすぎると頭が働かなくなってきてしまいます。なのでとりあえず薄い黄色を足していこうと思います。一つのことをやれば次に何を描くかも見えてきます。だから余計なことを考える必要はなくて、まずは黄色を足すということだけ考えて描いていこうと思います。とりあえず黄色を入れるっていうことだけ考えて、黄色を入れていったら次々にいろんな色が出てきて、その時思いつかなかったようなイメージが出来上がってきています。
次に何を書くかも見えたんですけど、ちょっとストップして今お話ししている間にその思いついたイメージを忘れてしまうかもしれません。でももし忘れちゃったとしても、その書こうと思ったイメージに執着しすぎていると、またなんだっけなんだっけって考えすぎることになるんで、執着して思い出そうとすることは逆効果になる場合もあります。もしかするとあまり考えないことによってもっといい新しいアイデアが浮かぶかもしれません。さっき言うのは簡単って言ったんですけど、私はこのことを言葉で説明することの方が、何にも考えないで絵を描くことよりもよっぽど難しいです。さっき私が絵を描くこと以外で考えすぎてうまくいかないことがあるって言ったんですけど、その考えすぎることっていうのが絵を描くときに考えることと共通することもあるので、そのお話をしたいと思います。そんなことを考えすぎてるのかって思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、私は SNS とかのコメントの返事を書くのがとても苦手です。苦手っていうか、書くことを考えすぎてしまいます。こんなことを書いて相手を傷つけてしまわないかとか、失礼に当たらないかとか、そういうことを考えて思いついたことを書くのを躊躇してしまいます。私はいいことしか書くつもりはないんですけど、せっかくいただいたいいコメントに、なんかこんなセリフは安っぽくないかとか、良かれと思って言ったことを誤解されて、なんか失礼に当たらないかなとか、そういうことを考えてしまいます。こんなこと書いたら失礼じゃないかと思うのは、こういうことを書くと嫌われるんじゃないか、好かれないんじゃないかと思っちゃうのかもしれません。絵を描くときにあまりにも人の評価ばかり考えて絵を描いてしまうと、個性というものがなくなってしまうんじゃないかと思います。自分を出すからこそ個性というのが出るんだと思います。だから人の評価なんてあんまり考えなくていいんだと思います。私は注文をいただく場合、その方の好きな色とか、あとは何のモチーフを描いてほしいかということ以外は、全部私のセンスにお任せという感じで描かせていただいています。そういう風にしないと私は絵を描けないのです。でもいくらお任せだからといって、人に頼まれて描くものですから、その人を喜ばせなきゃいけないとか、その人が気に入らないような絵は描かないようにしようってちょっと考えるんですけど、そういうこともあんまり考えるといい作品ができなくなってしまいます。ご依頼してくださる方は、私の作品を見て気に入ったからこそ私にお任せするわけなので、私にできることは余計なことを考えないで私の絵を描くということだと思っています。だから逆にそうやって余計なことを考えること自体が相手にとって一番失礼なことなんじゃないかと思っています。なので何が言いたいかっていうと、考えすぎることは誰のためにもならないということです。今ここまで進んだんですが、どこにどういうふうに書こうっていうのはあるんですけど、何をどういうふうにしようかな、そのモチーフっていうのは何にしようかなとちょっと悩んでいます。でも深刻にならないで、軽く絵をこうやって眺めていたら、何を描こうっていうのが見えてきました。絵が完成しました。これは窓辺の動物というタイトルです。最後に何を足すっていうのが、キャンバスを眺めて何を描いたらいいか分かったって言ったんですけど、実はこれを描こうと思ったんじゃなくて、なんかお花ばっかりの絵を描こうと思いました。でここに大きなお花を描きかけたんですが、こんなお花はおかしいなと思って、最後こういうわけのわからない動物を描きました。
私の個性で描いたこの絵を気に入ってくださる方もいるかもしれませんが、そうじゃない方も多いことは私は知っています。それでもいいんだって私は思ってるので、思い切って絵が描けるわけです。自分の個性が嫌われたっていいんだって思えば、考えすぎないことが簡単になります。でも私が考えないって言ってるのはちょっと極端だということは分かっています。本当に私はこういう風に絵を描いてるんですが、私の場合はこのぐらい考えない方が自分に合っているので、そういう風にしています。でも人によってはもうちょっと考えたり計画を立てた方がいいと思う方もいらっしゃるかもしれません。どの程度考えるっていうのは人によって違うと思うし、考えること自体は悪いことじゃないし、むしろいいことだと思います。でも問題なのは考えすぎるということです。なので考えた時に、考えすぎてるなぁと思ったら、ちょっと一回休憩するとか、アイディアって結構なんか違うことをやってる時にふっと思いついたりする場合もあるので、なんかもう書いてるものだけをじっと見てみたいなことだと、かえって頭が働かなくなっちゃうので、一旦距離を置くということで、考えすぎないってこともできるし、私の場合は考えすぎてしまった場合は、こんなに考えなくても作品を仕上げることはできるんだから、あんまり考えなくていいやって感じで絵を描きます。考えすぎることによって行き詰まりさえしなければ、ご自分に合った考え方っていうのをいろいろ試して絵を描いてみるのもいいんじゃないかと思います。で、私の場合はコメントの書き方なんですけど、それを考えるとどうしていいのかわからなくなってしまいます。で、今ふっと思ったんですけど、コメントを書くときにコメント欄をじーっと眺めているから行き詰まってしまうので、コメントを見てすぐに返事を書くんじゃなくて、一回距離を置いてそれから返事を書いたらいいのかもしれないなと思って、ちょっと試してみようと思います。なので絵を描くことを考えすぎてしまう方、私もコメントを考えすぎないように書いていこうと思うので、一緒に頑張っていきましょう言うのは簡単なんですけどね、絵を描く方がもっと簡単だと思います。ということで今回の動画は以上です。この動画が良かったと思った方はグッドボタン、チャンネル登録、コメントなどいただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。